ああ、サリー、何も手がかりが見つからない。美人ちゃんとここで読書をしてみたんだが、どうやら教会の上の方に秘密の通路があるらしい。行けるか？多分な、行くよ。よし、何か見っけたら連絡してくれ。ったく仕方ねえな。注意しろ。あれのことだな。これは。ねえ。ねえ。おっと。なあ。ねえ。おお。ねえ。もう。ねえ。
ねえねえ、はあ、わっと、こんにちは。マジか、嘘だろ、はあ、おい、サリー。なんだ。ローマンとナバロにお前が流したお宝のデマ覚えてるか。ああ。見ろよ、奴らお宝の上に陣取ってるぞ。なんてついてねえんだよ。何かあいつらを解けるトリックが必要だ。よし、来た。トリック一丁、すぐ用意する。あとサリー。なんだ。あいつらが解いたら墓所に来てくれ。だが地下墓地を通ってな。その方が安全だ。了解。どうやって傭兵に気づかれずにここを抜けるかな。サリバンが逃げた。チレ、探せ。お見事。よう。はい。お前なら来られると思った。それで？さあな、手探りで進んでる感じだ。だがここに何かあるはずだ。これを見ろ、この印、何かあるぞ。ローマンとナバロも暴れ放題な。Ha ha ha!
本業開始。そうね。ほらよ。どんな感じだ？さあね、行き止まりかも。待って、こっちに通路があるみたいだけど違う。何何？ああ、クソ。何？どうした？サリー、早く戻れ。これは罠だ。サリー、大丈夫か？サリー。ああ、無事だ。まだ生きてる。でもケツぶつけちゃったよ。それより図書室へ戻った方がいい。俺たちは別の出口を見つける。